戦国乱世、この一戦にて終わらせるのだ。みんな頼む、父を残したこの家を守ってくれ。とりあえず戦闘機を抜けるしかないかな。身を通して影を池原先生の世界を遂げられるまで邪魔はさせない。それはダメだ。私は死なんて構わないから。思い出きは何をするのなんて逃げよう。まだまだ最後まで諦めん。絶対かわいい。影から逃げられるなし。二の丸は奪還できたね。次は三の丸だ。開門するから守りにも気を配ってくれ。開門。何を悠長に攻めており、時は待ってくれるのだぞ。秀頼を討ち、早々に乱世を終わらせるのじゃ。誰か伊達の進撃を止められる者はないか。女性が相手じゃない。さて、次は西門から出て南西砦を目指そう。やれ、これでやっと城から出られるね。Yeah!
まずいね。秀頼が倒れれば豊臣は失われる。時代の逆、年寄りの時代はもっと生き方のか。しました。
その勢いで前進せよ。この勝利を豊臣存続につなげられるか歴史が教えてくれといやすか。本に浮世は水車、同じことの繰り返しどすな。乱世も幕、キラキラした戦国の魂と言いましょう。